はい、皆さんこんこにちはアルマサロンエンエパワーの宮里です今日は、えー、とリワードの大切さについてお話ししたいと思います。えっとリワードっていうのはあの購入毎月購入したい方のプログラムになります。えっと私はですね最初登録した時は半年ぐらいあのリワードはしていませんでした。で半年後からそのオイルをシェアして あまあ、最初からオイルはシェアしてたんですけどどん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 注文が増えていったのであリワードプログラムに参加してポイントを貯めた方が効果的だなと思って半年後ぐらいからあのリワードプログラムに参加しましたで1人暮らしだったのであのオイル100ポイントを注文するために45本15ミリのオイルを注文してたんですけど1人暮らしだったので毎月毎月 その1 5ミリのオイルを四国本使うこともなくまあ注文があってもさほどあの全部が毎回毎回こう注文があるわけじゃなかったですその当時。であのまあリワード率が30%までたまっていてで,でもあのまあそれがそう23年やった時の。 なんですけどある時にあの本当に人生が私変わったんですけどその、えっと、オイルがこう空いてないオイルが実は家に32本ぐらい「まあちこち在庫」って書いちゃったんですけどまああ,のあったんです。ですごくびっくりしてあのこのまま続けると私あの オイル簡単に100本ぐらいになっちゃうやと思って今は100本ぐらいあっても全然大丈夫って思う気持ちがありますあの使いこなせますしオイルはずっとこうあの備蓄をすることができるので大丈夫なんですけれどもその当時は1人で使っていたっていうのもありますけれどもそういう意識マインドっていうのが全然追いついていってなかったんですでその時にあのこのリワードのこの経験が私の人生をすっごく変えました なぜかというとその時に私リワードプログラムを中止したいと思ったんですでその時に悦子さんにあの私の紹介者のエツコチレッサーさんにあのリワードもう辞めたいんだけどっていう相談ではなくて決意をしてたのでもうあのやめるねリワードはやめるねもちろんオイルはあのまたこう買うタイミングがあると思うんですけどもけどもあの リワードプログラムを十パーセ30%まで行ってたら行ってやめたらあのまた10%からこう振り出しに戻るのですごくもったいないんですだけれどもそれでもいいやと思ってあのやめよう送料とこうの見合わないしね一本ずつこう買ってリワード率をあのキープするのがっていうのとかいろいろあったのでリワードをとにかくやめるっていうふうにあの決断していました。 でもその時に悦子さんからのアドバイスはあの意識を変えてみなさいっていうふうに言われたんです意識を変えてみなさいって言われてもその当時はもう何のことか分かりませんでした目に見えないことですしあの意識を変えるなんてこう考えたこともなくてあのどういう意味っていうふうに聞いたんですよねそうすると悦子さんは あのオイルたちは生きてるんだよあのだからオイルたちに語りかけなさいって言われたんです。でそれもど,どういう意味かなと思って聞いてみると「あのオイルよオイルよオイルたちあのなんでここにいるの?」。必要な人のもとに行きなさいっていうふうにあの言いなさいって言うんです。であちゃーっと思って私あの。 1と、まあ、一人で住んでいるのでやれないことはないんですけどちょっとなと思ったんでまあクリスチャンなのでまあじゃあ祈ってみようって思ったんですそうするとどんなことが起こったかっていうとあのー、その月15本のこの32本のうちの15本オイルの注文があったんですでびっくりしましたあのー 意識を変えてみようってこうちょっと、その当時は本当に分からなかったです。でも、悦子さんにアドバイスを受けて、そのオイルたちは生きているから、オイルたちに語りかけなさいと、あのまあ、私はあの祈ったんですけれども、でもどちらでもいいと思いますあの。必要な人のもとに行きなさいっていうふうに語ったことで、その 意識が変わるってことは目に見えないですけれども、それを意識が変わったことを目に見える形で表していったのがオイルの注文があってオイルのが旅立っていったっていう現象だったんですでその時に私はあた。なのでこのリワードプログラムを、あのー、能力開発に使おうって思ったんです。 毎毎月毎月100ポイントを購入しますするって決意をしてあのじゃあどうやったらできるだろうっていうふうに工夫をし始めましたそして意識はできないじゃなくてどうやったらできるだろうっていうふうにもちろんオイルたちに語りかけたりとか祈ったりとかっていうのもあったと思うんですけれどもでもどうやったらできるだろうっていう工夫をし始めました視点が そのできないっていうああ大変だ在庫がああのたくさんあるからそしてお金が大変だとかこんなに買えないやとかっていうここの部分ではなくて完全にここに能力を開発するどうやったらできるだろうっていうふうにここの側じゃなくてここの側にいるように意識を変えていきました。 目にに見えてて本当に結果が、ね、出ていきましたなので私は100ポイントを今では、まあ、もちろんサプリを飲んでいますのでサプリを飲んで健康になりながら能力の開発をしていくってことをでそのリワードを続けていく決意をしましたある方があ,ある方ってアンソニー・ロビンズさんがこのように あの話してます3年前の生活と現在の生活がもし変わっていないとしたらあなたの人生には問題があるなぜなら3年前と今が変わっていないのなら3年後も今と何も変わっていない可能性が高いからだ私はこの言葉を聞いた時にあ本当にそうだな自分は能力を本当に開発しようって思ったんですそして 私本当にそのあと34年で人生は本当に大きく変わりましたでも一気に変わったわけじゃなくて本当にリワードプログラムをやることでそれを能力開発あの一石二鳥じゃないですけどねそういうふうにやりました思考を変えたければその意識を変えたければ本当に脳に栄養がとっても大事ってこともたくさん学んできましたなので100ポイントを 維持するために維持しなくちゃって言ったらあの本当に難しい気持ちの感情になってしまいますけれどもどうやったらできるだろうワクワクするとか工夫したいっていう何々したいっていう気持ちはもっと大きく引き寄せをあの伸ばしていくいくんですねでその百ポイントのうちにあのえっとサプリメントは七十2ポイントなのでそれをやってそして それを整えながらフェイシャルケアだったりその石鹸だったり洗剤だったり洗濯ね洗剤だったりとかっていうふうにもう全然 100PV も簡単になりましたあんなにやめたいと思っていたにもかかわらずたった一言意識を変えてみなさいというアドバイスで私は本当に人生が変わりましたであのー、なので本当にその私たちが あの意識を変えるっていうことはすっごく大事なことです3年まあ三年かかる必要もないかもしれないですけどとにかく私の場合は本当にその34年で大きく人生が変わりましたドテラで収入を得てあの、ね、9時から5時とか働かないで自分のペースであの生活することができるようになりました リバードプログラムをぜひ能力開発の一つにしながら私たちが健康とそしてあの感情とそして経済的にもあの私たちの今の目の前の現象が今までの今までのその、えっと、考え方が実は今の現実を作っているっていうふうにあの言われるので未来を変えたければ今から 今からの,思考,あの考え方を変えていくことでかなり人生が変わっていきます。またあの少しずつどんなふうにやっていったかっていうのもねお話ししていきたいと思います。少しでも皆さんのお役に立ったならあのチャンネル登録そしてビッグいいねよろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。ではまた。